間宮祥太朗芸能界に入っていなかったらやってみたかった職業は大変だとは思いますけど。俳優の間宮祥太朗、30歳が3日、フジテレビ、ノンストップ、月曜から金曜全休、50に VTR 出演、芸能界に入っていなかったらやってみたかった職業を明かした。間宮は2日、都内で女優の森七菜とダブル主演する同局の月9ドラマ、真夏のシンデレラ、10日スタート、月曜5-0の制作発表に登壇。ドラマは夏の海を舞台に海辺で生まれ育った女性友達3人組と各々の背景を持った男性5人が運命的な出会いを果たす恋愛群像劇。間宮は一流大学を卒業後に大手建築会社で働く好青年役を演じる。ドラマには様々な職業の人物が登場することにちなみ、番組からもし芸能界に入っていなかったらやってみたかった職業は、と問われた間宮は、興味があるのは動物カメラマン。ずっと自然と一体化してその瞬間を撮る、と返答、すごい大変だとは思いますけど、とにかく自然が好きなので、と明かした。一方で、共に VTR 出演した森は、いろいろあるんですけど一番、やってみたかった職業、は文房具のアイデアの人。開発部、と言い、私、左利きなんですよ。左で紙を切るのがすごく切りづらくて、左利きの人が切りやすいようなハサミ作った方がいいんじゃないか、って言ったら、もうあるよって。と話した。これに対し、間宮は、俺に開発してよ。撮影現場で、ビスに座って待機するときに日傘さすじゃん。ビスに簡単に、日傘が、つくような。常に待機中片手が潰れるっていうのは、この時代、もっとない、とリクエストしていた。